コゼットの肖像は、新しふさあきの監督による日本の OVA 作品。アニプレックスが放つ本格ゴシックロマンが煽り文句のアニメ。2004年発売。ゴシックロリータを主題にしてはいるが、内容はあくまでゴシックホラーとされる。サスペンスやミステリー的な内容が随所に散りばめられ、純愛ストーリーとしての側面もある。作品タイトルに重要な秘密が隠されている。 本作の監督を務めた新しふさあきの自身が本作を魔法少女窓かマギかの原点であると語るヒロインのコゼットを演じた井上マリナは本作が声優デビュー作となる同時に梶浦ュ雪プロデュースによる主題歌宝石と挿入歌バラードを担当した二0 1三年十月二日に全三話収録のブルーレイ版が発売されそれに先行して BS11 のアニメで同年9月20日から10月4日まで27時27時30分で放送された。タイトルのフランス語レポートレートデプティコセットは文法的に誤っておりレポートレートデプティコセットが正しい。北米版 DVD ではレポートレートデプティコセットにタイトルを修正されている。劇中に登場する商店街のモデルとなるのは 東京都杉並区阿佐ヶ谷のパールセンターである。また、骨董店、高ランドの配置は、後の作品、魔法少女窓マギカの登場人物、明美穂村の自宅と同じという演出が施されている。劇中に登場する数々のポスターは、オカマによるもの。目をモチーフにしたポスター群は、誰かに見られているという脅迫観念のイメージを表現している。 倉橋英里は、日本の骨董店、コーランドでアルバイトをするが学生。ある日、コーランドに、主人から送られてきた、呪われし、器物と呼ばれる、古びた、ベネツアングラスのゴブレットから見えた、美しい異国の金髪壁眼の少女に思いを寄せる。やがて英里は、人ならぬものであるその少女たるコゼット・ドーベルニュとの、ひやかな王世を心地よく思うが、一週間後の夜、 悲劇は起こる。コゼットの肖像。完全限定生産版ブルーレイ。2014年9月5日閲覧。コゼットの肖像。2014年9月5日閲覧。コゼットの肖像。2014年9月5日閲覧。コゼットの肖像ブルーレイ特典パンフレットより。エキレビ。コゼットの肖像。2013年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年9月5日閲覧、コゼットの肖像ブルーレイ特典ン,ンフレットより、コゼットの肖像ブルーレイ特典ン,ンフレットより、コゼットの肖像ブルーレイ特典ン,ンフレットより、ありがとうございます。